ノキアの X3 S40 タッチキーデュアルユースっていうスタイプですね。タッチパネルも使える S40 でキー入力もできると。カードの登録を行う場合は2を、ガイダンス言語の変更は3を、メールサービスの設定は4を、操作を終了される場合は9を押してください。ご利用ありがとうございました。まあ 2.4 インチ、まあ日本語も使えて、だいたい1ギガ600円から800円ぐらいの MVNO の SIM で十分楽しめると思います。